巨石人陶像3ロレンソ記念碑1号のレプリカメキシコハラパノベラクルス州立博物館にある巨石人陶像とはメキシコ湾岸のオルメカ文化の遺跡に見られるネグロイド的風貌の人物の頭部を表現した巨大な石像のことを言うオルメカのトを意味するスペイン語のカベーサオルメカあるいは英語のオルメックヘッドの呼称で知られる 集落の境から出土している。材質は、玄武岩や安山岩で、最小のもので、高さ1 4 7トル最大のものでは3 4 0トルに達するが、大きさは、おおむね2ルから3ルである。ベラクルス州のサンロレンソで10個体、トレスサポーテスで2個体、タバスコ州のラベンタで4個体確認されているほか、 ベラクルス州のコボタで一個体確認されている。サンロレンソの人頭石像は、北方8 0トルのュトラ山階から切り出して運ばれてきた石材が使用されている。以前は、その風貌からアフリカとの交流説もあったが、現在では受け入れられていない。頭のヘルメットと呼ばれる木彫り文様が、他の石碑や石彫りなどとの類似点が見られ、オルメカの歴代君主あるいは、 球技の競技者の肖像ではないかという説が現在では有力になっている。ラベンダで巨石人頭が少ないのは前世紀である 800BC-500BC でも後半にあたる時期に巨石人頭像を作る習慣が廃れて平面的な石彫りを作る習慣が生まれたと考えられている。またコボタのものは目と口を閉じているという特徴があり、 他の遺跡のものと性格が異なっている可能性がある。ありがとうございます。